ちらは今2つ同時にで撮ります。あと3分ありますね。打ちましょう。シトラシード逆張りツールでございますが、直サポが忙しくてですね、私の方が購入された方にお店一致してアドバイスして、まあこういう逆張りツールに対しての厳選の基本とか、まあ勝率以上にですね、より硬いところを選んでもらおうというところのアドバイスとかやっております。こういうのはあんま好きではないんですけどね、これなんか、まあそれでも意外と勝てるっちゃ勝てるんですね。まあ条件あってのことなので、指標以外でも折り返す条件が整ってるっていうことでとりあえずついております。こちらの方はですね、先ほど抵抗線手前でついたんでついてたんですけど、これはですね抵抗線手前でしかつかないような設定であります。でしかもまた上の抵抗線近くまで来ましたので矢印が出たわけです。でまたここからですね、終わり値が離れるとこの矢印が消えます。もうちょっとしたら消えますよね。ちょうどこの辺で出るっていうことですね。そういう厳選方法でございます。まあ、とりあえずこちらの方ではついておりますので、こちらの方を中心に打ちたいと思います。210、はい、はじめにドーンと下ると後が怖いんでね、逆張りずっとこうやってらっしゃる人だったらわかると思うんですよ。その足の成り立ちっていうのはですね、最初にドーンと下るとやっぱ戻りがありますので、足の後半あたりから予兆が見えてくればわかるわけです。さあこのツールでは2回処分までとなっております。でもう1本で決着します。210、はい、はい、勝ちました。ということで、一応ね、こう出たところで一応2本出ましたけど、まあ2つのね、設定の違い、これ分かりましたよね。それでもですね、ここにはついててもこっちはついてないわけです。やっぱこれ設定の違いはあります。まあ同通貨でいろんなプリセット同時に表示されるのもよし、他の通貨ペアで勝率の高いところを並べるのもよしということでございます。たくさん通貨並べすぎるとね、やっぱそれだけ欲がいっぱい出てきますから、シグナルツールに関しましては、まあ4通貨ぐらい厳選した通貨でですね見ていった方がいいと思います。ということで、今回は以上となります。それでは失礼いたします。